見事なノックアウト勝利、おめでとうございます。あ、失礼です。ごめんなさい、すいません、申し訳ないですね。これはね、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、すいません。これね、僕緊張してるんですね、これね、すいません。これで、ね、一本勝ち、あ、一本じゃない、一件、すいません、ごめんなさい、すいません、グダグダになってます。見事なノックアウト勝利で、今後対戦したい相手いましたらお願いします。まず、今日、スタジオコースがラストということで、僕個人的にはちょっと思い入れはそんなないんですけども、パンカースを長らく、支えてくれたということで、スタジオコースを、関係者の皆様、今までありがとうございました。でまた新しい、来年パンカースの会場で、試合できることを楽しみにしてます。で、僕がパンカースに来たのが、強い選手と、やるために来たので、今日もライト級たくさん試合組まれてますけども、その中で、パッケージ関係なく、実力が高い選手とやりたいと思ってます。で、坂本さん、よろしくお願いします。さあ、すいません、本当に申し訳ないです。松本選手、見事なノックアウト勝利を収めた松本選手に、いつも以上に多くの拍手をお願いします。松本選手、はい、KO勝ちおめでとうございます。ありがとうございます。と言いたいというか、おめでとうなんですけども、ちょっと刑事上でインタビュアーの大注目があったみたいなんで。そうですね、最近は YouTube で強い腹筋でおなじみのアキラ選手、見事勝利おめでとうございます。アキラ、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えちゃいました。松本選手ごめんなさい、逆でした、逆じゃない、あっち見てください、ごめんなさい、松本選手ごめんなさい、ごめんなさい。なんか その思いを先に聞かせてもらいたいなと思もうちょっとアキラ選手の名前を聞いた時点でちょっとだいぶ下がりましたちょっとびっくりしましたね、見てても下から見てたんですけど。でうまくリカバリーしてくればよかったんですけど、それもできずにきつかったです、はい、と裏腹に、裏腹というかですけど見事な TKO 勝ち、はい、相手が左ショック来たところを打ち終わりを右をかぶせるようにそうですね行きましたね、はいはいはい、あれは得意な技なんですか。いや、そうですね、練習はしてたんですけど、なかなか試合に出せずっていうのを、今回バッチリ決まれたんで、すごい進化を感じてます、はい、なんか最初から結構近めの距離で、はい、それが前回 の, あのオープンスコアので最後ちょっと負けてるから、最後行き過ぎたところでちょっと打たれたのかなみたいな巻き方だったじゃないですか。あ、そのイメージがあるからこそ の,、はい、あの最初からなんかこう自分が行ける距離を作って戦ったのかなっていうように思えたんですけど、まあ、あの松坂選手が勝ちしたストライカーだったんで、そこを、負けたくないなっていうのがあったんで、まあ、最初距離詰めていこうと思ったんですけど、松岡さんにしてもやっぱ出てきたんで、そこでまあ勝負になったなと思います、はい、早いフィニッシュにつながった。そうですね、はい、普段は松本選手、私の印象はやっぱりこう、はい、すごいジャブが上手くて、はい、すごい距離設定をしっかりした上での、うん、なんか試合巧者的な展開っていうのが、うん、はい、やっぱり持ち味だと思、持ち味というか自分のなんか心情というか、うん、そうですね、なんかそういう戦い方を、はい、するのが自分のスタイルだっていうふうにイメージしたので、はい、なんか今日はもう最初からこうバチバチの目な距離、あ、見ててすごいもうドキドキしながら、いい意味でいい感じで、はいはい、そしたらもう早いフィニッシュになったん で, そうです、ね、もうこれはもう今日のもうベストバウトじゃないかなって思うぐらいの、はい、この後見てないんでまだ何とも言えないですけども、はいはい、なのでまたやっぱりこうシュートをのベルトを返上してまでパンクラスに来たわけじゃないですか。そうですね、はい、はい、でこの前回が前回は KO 負けでした。はい、そうですね、ちょっと足踏みしたところがあると思うんですけど、はい、まあ、
今回それを取り返したぐらいのやっぱりいい勝ち方だと思うんですよ、はい、はい。ちょっと今後そのやっぱりタイトルに絡むような展開を望んでると思うんですけども、はい、その辺の話をちょっと聞かせてもらって。そうですね、リング上でも言ったんですけども、まああの大沢さんのマイクでちょっと書き消された部分は ありましたが、あのパンカースに来たのは強い選手と、もちろん、久米選手に負けたのもあるし、強い選手が揃ってるので、ライト級に、その選手に割って入りたいなっていう気持ちがありましたので、でまあ今回、松岡選手も強い選手で、ストライカーなので、その選手にがっちり KO で勝ってたのは、まあ、自信にもなりますし、もう上はそんなにいないんじゃないかなっていう気持ちもあるので、まあ、今日、ライト級で結構、重要な試合が何試合か揃っているので、その中で強い選手とやらせてもらいたいなって思ってます。なんか楽しみな展開になってきましたね、はい、じゃカメラに向かって、はい、今日の今の思いを、はい、強めで大沢さんに向けてでもいいんで、はい、お願いします。まあ今日しっかりいい勝ち方できたんで、次、坂本さんが独断で選ぶ強い選手でもいいですし、そのいい選手と組んでください。よろしくお願いします。大沢さんの文句はいいですか？もうあのなかったことにしてください失礼いたしました、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。